けやねん。酒の時間や。やだな。マジでやだ、環境が。これを一本開けていくということね。そうですね。開けんでって。開けんで、酔えばいい。酔えばいい。マジ怖いわ。ファーストレロル。まあ、ちょびっと知識やね。マジ、マジでそう。やだな。うん、俺いっぱいで結構気持ち悪いかも。最近のじゃあ恋愛事情でも話す。なんかあるんだろうトピックスが。ないけど。自分から言うってことは。ない。昨日お前なんかカラオケ行ってたよ。ああ来た来た。いや友達と。なんかアイドルの現場行って。アイドルの現場って何？あ要はライブ？ライブを 見に行ったこと。現場にいたっていう人に。うん。チェキみたいなの取って、ああでその子に俺登録者買ってんだよねって話キモ、こいつキモ、1万3000人ぐらい本業じゃないもん、うん、やってるんだよねって言ったらみんなに広めといてって言われた。だから俺は言った、逆もしかりだよってもし君たちがこれを広めてくれたら、ああもうファン層はマッチュン、ちょうど10代から、まあ、20代の男性を見てるから、うん、俺だってマッチュンじゃないかな。それを短い言葉で、ね、逆も然だよお前然りとか言う意味わかって言ってねえだろ。女の子の前だとそんなこと言うもんてかあれだとお前アイドルにタメ口使うタイプだって21だよキモ21って関係ないよ。そんな職場の年下とかじゃないんだから、うん、まあね応援してます頑張ってください。あ、そうそんな感じよ最初は違うよ気持ち悪いだよ起床やん正式な起床じゃん飲むなお前食べなかったもんこの間。確かに一気卒業するわうどんをすするんだうどんを一吸いですすりますので許してください。ちょっと僕めちゃめちゃ酔ってるんですよ。山下本気うどん頼むやん。めちゃめちゃ酔ってるんでちょっとうどんをめっちゃ一すり一すすりでめっちゃすすりますので許してください。お願いします。うっとい、うどんを一すいでするんでつってたっけ。こいつ本当にいつかやらかしそうで怖いんだよね。本当に怖い。やらかさないよ。犯罪だけはやめてよ、うん、したことない。やるやん。ないよ。やるやん。フッしてたよ。前さ本当にそう思う人いるかもしんないじゃん。したことないのにそこはだって 100% してる。うん。したないよ。あ、したい。してたよ。してないよ。それはマジで。いや、まあ、ちょ、お前、それ。他読むからそれやめよう。嘘はつくなよ。うん。俺はしたって言った方が楽になるから。してないよ。じゃ、楽になるから言ってみよう。もちろん。こいつここについてる。いや、いい、いい、いい。そういうのは違う。いい、別に。は、してない。してない。それはしてない。それはもう面白かって言ってるだけ。うん。してないよ。して、明日やん。してないよ。してるやん。してないよ。はいよ。それはしたやん。そお前、お前俺の印象悪くなんじゃん。それやめようぜ。印象悪くなんじゃん。嘘つくのやめ。楽になろ。いやいや。嘘つくのやめ。楽になろ。してないって。それはしたやん。記憶ないもん。言っても記憶ないってことは。あらもう記憶ないもん。言い訳にしだしたらお前。別にそっから何もしなかっただけでしょ。うん。いや、心配だったんじゃない？わかんないよ。いや、だから、それが、お前がどう思ったかは一回いいよ。起きた事象として、お前が、したことはあったんじゃん。それは覚えてないけど、あったんじゃないの？あったんね。うん。あるわ。あったんやな。そう、俺は知らないよ。人から聞いた話。そう。いや、じゃあ証言されてるってことは、まあ、存在したいな、その現象。あ、その人が嘘ついてる。その人が嘘ついてるかもしれない。でも、お前酔っ払って忘れてるんやろ。うん。やってないって言うんやったら、その人嘘ついてるっていう言い分はわかるけど、覚えてないんやろ。うん。じゃあ、その人しかもうわからんやん。いや、他の人もいたよ。他の人は話聞いた？聞いてない。じゃあ、もうその人しかもう証言ないんでしょ？じゃあ、もうそうや。うわ、来たねー。でも、かく。くそ。長っ。よーいよーほーいバーン海賊バーン海賊
さんでもごめん、俺感じたんだけどなんでお前のフィルター通して調整塗ってるちゃんと。いや塗ってる、たまに。どんぐらいで？たまにっつったよ。一回に一回。ダメやって、その使っとかなダメなレベル。毎朝化粧水買ってこうやって出てこなダメやろ。ミュウツーみたいに出てこない今日、うん、この日が決まったから、まあ、明日休みにした、うん。有給使ったんだけど、正直仕事しなきゃいけなくて。だから10時に起きて、そう1個仕事して、19時までに1個仕事しなきゃいけない。でも、ここの編集もしなきゃいけない。ね？ってことは、どうなるでしょう。大丈夫これ映せる、つなげられる。なんとお前の話しかつくつかね。逆だろ、逆も光だよ。言い方が違うって練習しよう。逆も光だよ。違う、全然違う。違う、最初の設定思い出した。あ、アイドルね。アイドル、年下のアイドルに向けて偉そうにおっさんが説教する感じ。逆も光だよ。あーちょっとね、語尾が伸びすぎちゃうみたいな。伸ばしすぎ、伸ばしすぎ。でも逆も光だよ。違う、元気すぎだ。弱い、最後もっとトーンダウンして。逆も光だよ。でも逆も光だよ。最後ね、もっと消すように。でも逆も光だよ。そう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 いけるやん。あー今場所違う。あ、痛い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 。パンチラ見てんじゃないよ。あ、ごめん、間違えた。あれ、はい最後まで。はい最後まで。イエーイ最後まで。返してる。返してる。返してるって何やねん、僕の。うわ、うわ、あ、なくなりました、なくなりました。待って、もう一個買いに行こう。俺ら動けないから、本当の願い金渡すから。じゃあこれちょうだい。いいよ、じゃあこれちょうだい。現金ないかも、カードでいい。モリーゾカードでいいの。カードでいいの。マジで俺めっちゃ USB 買うわ。何が欲しいか、もう一回言って。つまみ、うどん。うどんっていうのは北間うどん、甘い系のチョコ系、あとベニー系も欲しいな。ベニー、ベニー系。ベニー系も欲しい。あとその酒、あとクリスタル系も欲しい。おもろいでしょ。クリスタル系は面白い。そっち。気に迷惑。気に迷惑。気に迷惑。ほら。クリス何買ってきたの？うわ、霧島やん。黒霧。うわ。チャンネル登録をしないと僕があなたのチャンネルを登録しますよ。どういう意味？